ドイツ国会議事堂放火事件とは、1933年2月27日の夜にドイツの国会議事堂が炎上した事件を指す。この事件によって発令された緊急大統領令は、実質的に国家社会主義ドイツ労働者党以外の政党の抵抗力を奪い、翌3月にはアドルフ・ヒトラーは全権入り運法を制定して独裁を確立し、 バイマル共和制の議会制民主主義は事実上崩壊した。なお、国会議事堂崩壊事件と表記されることもある。1933年1月30日、ヒトラー内閣が成立した。アドルフ・ヒトラーは政権基盤を固めるために議会を解散。3月5日に総選挙を行うことを決めた。2月27日の午後6時30分頃、 議事堂のそばを通りがかった帰宅途中の新学生がガラスの割れる音を聞いた。彼は火のついたものを持った人影を見て警備を行っていた警官に急報した。警官は割れた窓とその奥の火を発見して呆然となったが数分後に消防隊に通報した。消防車は10時少し前に到着したが火はすでにかなり燃え広がっていた。当時、 議事堂の真向かいにある宿舎で寝ていたナチ党の外国報道部長、エルンツとハンフシュテングルは、家政婦の悲鳴で火事に気づき、その頃、ヒトラーのパーティーが開かれていたヨーゼフ・ゲッペルスのアパートに電話した。ハンフシュテングルが議事堂が燃えていることを話した時、ゲッペルスは冗談だと相手にしなかった。しかしやがて議事堂の方角が炎で赤く染まり、ヒトラーはコミュニストの仕業だ。 と叫んで現場に急行した。真っ先に現場に到着した国会議長兼プロイ選手内相ヘルマン・ゲーリングは現場で議事堂財産の避難と捜査に当たった。次に副首相パーペンも家事を知って現場に急行した。現場に到着したパーペンにエーリングはこれは明らかに新政府に対する共産主義者の犯行だと叫んだと言う。間もなく到着したヒトラーも これは、天から送られた合図ですよ。副首相か下。もしもこの火事が、私の考えている通りコミュニストの仕業だとしたら、我々は、この危険な外虫どもを鉄拳で叩き潰さねば、なりません。と語った。その後、ヒトラーは緊急対策会議の開催を告げたが、パーペンは大統領への報告を優先して断った。1933年2月、 焼け焦げたドイツ国会議事堂の内部現場を捜索したところ、焼け残った建物の陰で縮こまっていたハンダの人物、マリヌスファンであるルッペが発見された。ルッペはオランダ人でオランダ共産党員であった。ルッペは放火の動機は資本主義に対する抗議と主張しており、プロイセン内務省政治警察部長、ルドルフ・ディールスも一人の狂人の単独犯行と推定した。 ディールスは国会議長公邸で開かれた閣僚、警視総監、ベルリン市長、イギリス大使、元皇大使、ビルヘルム・アウグストなどが参加する対策会議で犯人逮捕を報告した。しかし、ヒトラーは共産主義者による反乱計画の一端とみなし、コミュニストの幹部は一人残らず重殺だ。共産党議員は全員今夜中に吊るし首にしてやる。 コミュニストの仲間は一人残らず、牢にぶち込め、社会民主党員も同じだ。と叫び、単独犯行であるとするディールスの意見を一周した。1933年3月3日、警察官トルッベゲリングは、プロイ先週警察の公式発表に介入し、犯人が用意した放火材料100ポンドを1000ポンドと訂正させた。担当官が多すぎて一人では運ぶのは、 不可能だと抗議すると何事も不可能ではない。だいたいなぜ単独犯行と書くのだ ?10 人も20人もいたかもしれないじゃないか。君には何が起ころうとしているのかわからないのか。この事件はコミュニスト法規の合図なんだぞ。と叫び、二人の共産党議員が共犯だと書き加えた。担当官は政治的文書であることを理由にゲーリングの署名を求め、ゲーリングは しぶしぶ、ジーとだけサインした。ナチス党機関紙フェルキッシャー・ベオバハダー氏の一面もこの陰謀の記事に差し替えられ、ヒトラーとゲッペルスが編集に立ち会った。その日のうちに、プロイセン州警察は、共産党議員や公務員の逮捕命令を出した。共産党系の新聞はすべて発行禁止となった。その後、共産党議員団長であるエルンストトルクライー,ヤートに、 コミンテルン書記長を務めるゲオルギ、ディミトロフ、ディミトロフと同じブルガリア人の共産主義者である、ブラゴイ・ポポフとバシリテネフの4名が共犯として逮捕された。大統領令2月28日、ヒトラーは閣議にコミニストと法的考慮に左右されず決着をつけるためとして、ドイツ国民と国家を保護するための大統領令と、ドイツ国民への裏切りと反逆的策動に対する、 大統領令、ファーアートトナンデライクスプロスイデントンゲーゲンフェラート、エイムドイチェンウォルックウンとホッチバーレイター一ントリブの二つの緊急大統領令の発布を定義した。パーペンがバイエルン州で反発を受けるかもしれないと意見を述べたのみで、ほとんど修正されることなく確認決定された。パウルフォンヒンデンブルク大統領も黙って承認し、国家防衛緊急令は即日、 反逆防止緊急令は翌日交付された。これにより言論の自由や所有権は著しく制限され、政府は連邦各州の全権を掌握できるようになった。3月1日、ゲーリングはラジオ放送で共産主義を我々の民族から抹殺することが私の最も重要な責務であると述べ、革命の敵に対しては、 テロルの使用が不可欠であると政府による白色テロを宣言した。共産主義者は次々と警察によって予防拘禁され、2日後には無政府主義者、社会民主主義者も対象に加えられた。また、共産主義者の襲撃が起きるというデマが流され、共産党や民主主義政党の集会は、ナチス党の突撃隊に襲われ、共産党の指導者を含めた逮捕者や死者も続出した。 選挙期間中に死亡した、ナチス党員は18人、その他の政党の死者は51人、負傷者は数百人に上った。選挙の結果、100議席を持っていた、共産党は81議席へと交代した。一方ナチス党は199議席から288議席へと躍進したが、全体の647議席の過半数獲得には至らなかった。 1933年3月23日、全勝した国会議事堂に変えて、臨時国会議事堂となったクロールオーパーで、総選挙後初の本会議が開催された。出席した議員の数は535人であり、共産党議員81人、社会民主党議員26人、その他5人の議員は病気、逮捕、逃亡等の理由で欠席した。出席した。 社会民主党議員は全員が反対したものの、ナチス党はドイツ国家人民党と中央党の協力を得て3分の2の賛成を確保し、全権入り運法を成立させた。この法律は国会審議、議決なしに広範な範囲の法令を制定する権利をヒトラー政権に認めるという一種の憲法改正的法令であった。 議場の周辺には、親衛隊がピケラインを張り、議場内の廊下には突撃隊員が立ち並んでいたという。この事件をきっかけに、ナチス党がテロ独裁樹立への第一歩を踏み出した。ライプツヒ裁判におけるディミトロフを検証した、東ドイツの切手事件後の3月29日、公主刑に関する法律が制定された。この法律は、財刑法定主義や、 法の不訴求などの法治主義の原則を否定するものであり、従来の刑法では、懲役刑にしかなり得ない容疑者たちを死刑にすることが目的であった。当時のロンドンニューズクロニクル紙は、ドイツ共産党員が議事堂の火事と何らかのつながりを持っているという主張は、何の根拠もないたわごとに過ぎないと報じており、また外交団や外国報道陣の意見もほぼ同じであった。 次第に、火事は、ナチスの仕業であるという報道が外国で流れ、議長皇帝から国会議事堂の間には地下道が存在するという事実がそれをさらに煽り立てた。さらに亡命した共産党員であるビリー・ミュンツェンベルクラは、匿名で、パリにおいて、褐色の書と題した本を出版した。放火の真犯人が、ナチ党であるとし、具体的な犯人まで提示した。 この本は世界的に広く信用されたが、この本に参加したアーサー・ケストラーは後に、我々は具体的な状況を全く知らなかったと語っている。また9月14日には、ロンドンでサッコ・バンゼッティ事件の弁護を行ったアーサー・ヘイズが主催する国際司法委員会による模擬裁判が行われた。この判決は、ナチ党の指導的立場にある人物の関与を指摘したものであった。 なお、この裁判の傍聴人には、ジョージ・バーナード賞がいたが、囚人が政府を打つ冒として利用される場合は、彼の運命は前もって決まっていると語っている。9月21日からは、ライプチヒの来ヒ裁判所で、本物の裁判が始まった。12月23日まで続いたこの裁判は、海外の影響も受けて、ナチ党の思うようにいかなかった。 ゲーリングは自ら検察官を演じて被告を問い詰めたが逆にディミトロフに言いかされる始末であった。ゲーリングは法廷から出たらどんな目に遭うか見てろ、この悪党名。とのの知ったが、ルッペ以外の被告4名はすべて無罪となった。ルッペには死刑が宣告され1934年1月10日に刑が執行された。ゲーリングはこれじゃ裁かれているのは 共産主義者じゃなくて、我々だと思うだろうと嘆いた。これにヒトラーは、ゲーリング君これは時間の問題だよ。もうすぐ連中に、我々の言葉を喋らせてやるさ。連中は皆退職間近だし、後釜には、我々の息のかかった人間を据えることにしよう。しかし老真主が生きているうちは、我々としても、どうしようもない。と語ったという。判決翌日の、 フェルキッシャーベ・オバ・ハターは、ライプツヒの誤った裁判と題する声明を発し,し、民族の法感情に照らせば明らかに誤った判決、とし、すでに克服されたはずの自由主義的思想の枠組みから、未だ抜け出せない我々の法生活に対する根本的変革の必要性を、誰の目にもはっきりと明らかにしてみせたのである。と結論した。すでに1933年9月6日には、 来非刑法典の改正のための法律が制定されており、刑法は大きく変わろうとしていた。これ以降、司法の国家社会主義運動に対する強制的同一化が推し進められた。1934年4月24日、国家への反逆罪と廃犯罪の裁判権は一般裁判所から人民法廷に移された。人民法廷では推定無罪の原則や、 被疑者の権利は完全に無視されるものであった。これ以降、多くの反拉致活動家が反逆者として人民法廷によって裁かれることになる。事件の背後関係については当時から議論があった。その一つは、褐色の書をはじめとする放火事件は一党独裁を目指すナチス党によって仕組まれた自作自演であるとするものである。 当時のアネクドートにもこの事件を扱ったものがある。戦後のニュルンベルク裁判でフランツ・ハルダーがゲーリングは周囲に国会に火をつけたのは俺だと語っていたと証言したこともこれらの陰謀説を強化した。この説は第三帝国の攻防を書いたウィリアム・シャイラーやアラン・ブロックなどの歴史家も踏襲した。一方で国会議事堂に到着したヒトラーが神よ どうか共産主義者の仕業でありますようにと発言したというデイリーエクスプレス神特派員セフトン・デルマーの証言がある。デルマーはこれについてヒトラーが事件の真相を知らなかったものと解釈している。1963年フリッツ・トビアスは著書国会炎上を神話と現実であるアイクスタックスブランドレジェンド・ウント・ベクリシュ・キットの中で詳細な研究を行い、 ルッペ単独犯行説を唱えた。この著書に対して、ナチス犯行論の立場から反論が行われたが、その際に提出した資料の多くは、偽造の疑いが濃いことが判明している。1964年には、現代史家のハンス・モブゼンは、論文、国会炎上と、政治的影響であるアイクスタックスブランドウントザイネ、パリティション・フォールゲンを書き、トビアスの説を補強した。 これ以降にアドルフ・ヒトラーを書いたジョン・トーランドもその見解を採用している。1981年西ベルリン裁判所はルッペの有罪判決を覆し無罪判決を下した。ただしこれはナチス政権下での判決を不当としたものであり放火の実行犯であることを免罪したものではない。また1998年成立の ナチスによりなされた不当な刑事裁判の判決を廃棄する法律で、ナチスの不当な人民法廷での裁判や、法の不訴求の原則に反した判決が取り消された。英米軍の空襲とベルリン攻防戦で破壊された国会議事堂全権委任法の成立後、議会制民主主義は事実上崩壊したことから、国会はほとんど開かれることがなくなり、また開会時もクロローバーを、 仮の議場に使用した。そのため焼け落ちた国会議事堂は修復されず放置された。第二次世界大戦中には連合軍による空襲やベルリンの戦いで攻撃目標となりさらに破壊が進んだ。戦後は連合国軍の占領する西ベルリンに位置したため西ドイツは国会議事堂としては使わなかった。建物が国会議事堂としての役割を再び果たすように なるのは、ドイツ再統一によって、ベルリンが再びドイツの首都となってからである。ありがとうございます。